さあ皆さんお疲れ様です。昨日マイルチャンピオンシップを取った方、取らなかった方、うん、月曜日です。乾杯しましょう。よし、仕事から帰ってまいりまして、スーパーでちょっとお惣菜買って今から晩酌です。いつもどんな時でも美味しそうですね。はい、皆さんお疲れ様、乾杯です。今日は会社で TikTok 撮ってきたんですよ。 TikTok を7、8、9、10、4ヶ月やったんですよ。教育的な、まあ、命の授業漢字なんですけども、でその TikTok 評判良かったので、また漢字をいくつか撮ってきまして、今後も続けていこうかなと思います。まあ2日3日に1回ぐらい出せるようにはやりますので、とりあえず皆さんお時間ある方、私の命の授業、 TikTok 命の授業っていうのを見てみてください。さあ命の授業です。さあ去年から、まあ、今年ね、2年間は菌に悩まされましたね。もともとこの草冠でした。これは、穀物の蔵倉庫みたいなもんなんですね。そこから、まあ、草冠がついて、まあ、キノコ類のことなんですね、菌っていうのはね。さらにもっと細かくなって、カビとか、はい、バイ菌の菌になってったんですね。出ておりますので、ぜひ、参考にしてみてください。それでは座行いただきます。じゃあ座行、座行と餃子と、チンしました。餃子にビール合っちゃいますからね。いただきます。これはこれでパリッとはしてませんが、美味しい。半額なんですよ、スーパーで。ニラ玉みたいな、こってり、分かっておりますよ、競馬ファンの皆さん、ジャパンカップは取りましょう。取り紙じゃなくてガツッと取りましょう。面白いメンバーです。外国馬も参加してくれてね、3頭も。いや素晴らしいな。日本の馬場には難しいでしょうけど、逃げ馬が奇跡ぐらいなんですよね。どうなる、奇跡のスタート次第ですけど、奇跡の大逃げは魅力的だな。奇跡は買うな。あとは引退馬とかダービー馬4頭出ますけど、これがどうかって、2400で勝ってますからね。そこをちょっと、そうです、明日私山形で、生配信やります。山形で、山形の物産、山形のいいもの発見、山形物産展でライブコマースを実施いたします。17時からです。1時間です。そこを私ちょっと司会しに行ってまいりますので、計3回です。来月も行って、1月も行きます。美味しいお酒に合う、山形の美味しいお酒に合う美味しい料理っていうのをやりますので、ぜひ興味ある方はワンクリックしてください。そうだ、さあそして私には忘れてたんですけど、メンチ、メンチカツ、これね好きなんですよ。これもいきなりこのままいっちゃいましょうかね。うまい、うまい、いや
結構書道やってきましたね。来年12月9日に本が出るんですね。こんな感じです。書面に行くようになって10年、ちょうど今日ですね、11月20日、いい夫婦の日、2011年のいい夫婦の日に初めて少年院に行ったのがきっかけでずっと続いてますが、本を出します。そして1月にも本を出すんですけど、その、漢字のツリーを完成させようっていう漢字ドリルなんですけども、その、表紙になるのか、その中で使うのかっていう、ちょっと書道でね、命でツリーを、命ツリーを書いてまいりました。こんな感じです。うまく載せられるかどうか分かりませんが、どうぞ。今命ツリーを書いてあります。来年出す本 の中に使う、もしかしたら表紙になるかもしれません。漢字ツリーの命ツリーでございます。命ツリーを書きました。ドーンと、はい、こんな感じでどれを使うのか。これなんかいいんすよね、これなんかいいっすよね。こう根を張ってね、これは根をないやつなんですけど、綺麗な、これは綺麗なんですよ。これは使えるね。うん、これから本番を書きます。お、でもこうやって見るとツリーがいっぱいあるように見えるね。結構書きましたね。普通のその書道の半紙にバーって書いてったんですけども、やっぱいい紙はダメなんですね。私みたいな素人がやるとわーってかすれてっちゃう。コピー用紙に書いたらスーって書けたんですね、うん、意外と、お、いいなーって書いてると楽しいですよね、うん、結構100枚以上書きましたので、はい、ビールだうまいっす。お疲れ様です。書道に乾杯。命ツリー。お惣菜です。スーパーの全部半額でございます。うん、さあそんな感じで今日のトースポはこんな感じです。ダーン、コントレールを一面に、コントレール引退レースです。三冠馬もう一つね、 G1 取って四冠馬になって主馬になってほしいな。この馬もないい馬だよ。三冠馬なかなかなりませんから、あ、もう天才ですよこの馬。ゲートうまく出れればね、やっぱ出る瞬間が大事らしいですね、福永雄一ジョッキーが言うにはね、うん、ということで、うん、明日皆さんお休みの方多いと思いますが、ゆっくりゆっくり晩酌してください。お疲れ様です。乾杯。明日は帰りが非常に遅いので動画は上げません。お疲れ様です。おやすみなさい。飲みすぎ注意。